あ、調子いいかもしんねマジで。あーやべ、期待しちゃうよ。黄色いな、黄色いな。あ、黄色いな。これガチかもしれない。ワニ、レックスのレックスを鬼にいます。うちはパーク立ち入り禁止なんで。毒物の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極太ダイナマイト小助です。おいしです。今回はですね、はい、現代の技術では再現不可能なロストテクノロジーをご紹介していきます。いいよ。大人気シリーズロストテクノロジーってことそれもう何回言ってんだろうな。入りないもん。だってロステクをやるのは、はい、金になるからですよ。いや、そんな冒頭嫌でしょ。お前この冒頭のが嫌だよ。早速見ていきましょうか。はい、どうぞ。まず一つ目にご紹介するのはですね、はい、セル画です。ほう、これアニメの制作方式なんですけど、セルっていう透明なシートに連続した絵を描いて、それを撮影して元々はアニメが作られてたんですよ。パラパラ漫画だよね、要は。そういうこと、そういうこと。今ではもうそれが当たり前っちゃ当たり前なんだけど、時代の流れによってデジタルでパソコンで作られてます。はいはい。でそのセル画で作られたアニメっていうのが現代ではもうロストテクノロジーになりつつあると。まあそうだよね。だって不便だし、うん、伝承していかないよな、それは。必要性がないからね、もう。あー、なるほど。多分こうやってロステクは生まれてきたのかな。ありえる、ありえる。で後々考えたら、いやこれすごくねみたいになってるってことで。そういうことです。どうやってたみたいな。セル画に関してはですね、2013年をもって日本のアニメ界からもういなくなってます。そもそも現在作られてるアニメーション、新しいのはもうほぼほぼデジタルで作られていると、まあ個人制作とかではまた別かもしれないけど、まあまだやってる人もいるかもしれない。そう、そのセル画の中でも特にマクロス、マクロス、うん、ライオンって歌言うじゃん。あ、はい、マレーの板野一郎っていうアニメ作家がいるんですけど、はいはい、彼が描いたマクロスの映画とアニメの最終回かな、うん、なんか伝説の5秒間って言われてるものがありまして、はあはあ、それがもう現代でもびっくりするぐらいのレベルで描かれていると。へえ。デジタルですらどうやってこんなのやってんのって思うぐらいのものがセル画で描かれてると。なるほどね。めちゃくちゃもう複雑すぎて、うん、現代ではもう再現できないと言われてる。だからもうすごい技術だってことだよね。うん、もうほんと真似できない。まあだからここから分かるように、うん、なんか日本刀とかのどうやってんの、はい、っていうのはやっぱ凄腕職人がいたっていうのは、そうだね、結構ロストテクノロジーにおいては本当にありがちな話なのかもね。間違いないね。一説あると思います、うん、だからそのもちろんアナログな手法っていうのもそうだし、アナログだからこそ要は効率が悪いとこじゃん、うん、それに耐えられないから普通の人だと、うんうんうん、だ本当にスーパー職人っていう説はいろいろあると思う。続いてご紹介するのがですね、はい、曜変天目茶碗です。ほう、まず画像を見てします、はい、こちらです。うん、綺麗な。この茶碗はですね、中国の天目山という場所で作られていたんですよ、うん、その天目山で作られていた茶道具の茶碗のうち、うん、最上級のものがこの今出している曜変天目茶碗って呼ばれてるやつ。ほう。でまあ特徴的なのは、まあ、この斑点だよね、うん、その斑点の周りにあるちょっと虹色の色というか、うんうん、が特徴的な茶碗なんですけど、現在この茶碗はですね3つしかありません。でなぜか全て日本にあります。中国のものなんだけど。そうなんだ、うん、1個はもう日本の国宝になっているレベルのものなんですよ。でですね、そもそもこの曜変天目茶碗は、うん、中国のもうほんと一部の時期でしか作られてなかった、うんうんうん、ある一時期しか作られてもいないし使われてもいなかったんですよ、うん、なぜ作られなくなっちゃったのかっていうのがまず不明です。ほう。誰が作ったのかっていうのも分かっていません。もうほんと謎だらけなんですけど。そうだね、うん、じゃあなぜ曜変天目茶碗が現代でも作れないかというとですね、はい、まず製法が明らかになっています。あ、またそのパターンね、うん、本当に綺麗でしかも国宝になるっていうレベルなんで、うん、綺麗な瑠璃色だよね。ね、いろんな人が研究に研究を重ねまして、はい、あと2019年にですね、うん、とある方が成功者とは言えないんだけど、はい、ある程度の再現はできたんですよ。はー。その画像をお見せします。はい、こちらです。おー、ぽいですね。ぽいよね。まあ完璧とまではいけないんですけど、うん、まあ大体のとこまでは来てると。人類の飽くなき探求心だね。そういうことなんだよね。あ、すごいよね。すごい。ここまではもう来たんですよ、まあ、まだまだこれから研究は続けられるんでしょうけど、うん、だこれに関してはそのうち再現できるようになるかもしれない。かもしんないね。うん、惜しいとこまで来てます。はい。
続いてご紹介するのがですね、ガルムです。ガルム、はい、これはですね、古代ローマで使われていた調味料のことなんですよ。へえ。で、まあ、いわゆる魚醤です。あー、魚醤ね。そんなにね、わかるよ。あ、俺やっぱ唯一苦手かも。いや、わかる、マジで。東南アジア行った時全部魚醤じゃん。あ、マジでしんどかった。結構きついよね。きついんだよ。まあ、魚醤って何かっていうと、魚類または他の魚介類とあと塩を使って発酵させた調味料なんですよ。独特な味って感じ。臭みというか日本の慣れ親しんだ味ではない。そうなんだよね。醤油だと思ったら大間違いなんだよ、ね、おエスニックって感じが強い。アジアだと結構使われている国も多いんですけど、うん、そんなガルムはですね、はい、古代ローマでは本当めちゃくちゃ使われてた調味料なのよ、うん、食べ物だけじゃなくてもうね、薬として使われてたし、化粧品にも入ってたし、へ、脱毛としても使われてたみたいな。今で言うなんだろう、ちょっと難しいんだけど、なんだろう、塩かな、塩麹とか。ああ、塩サウナとかするし、麹エキス肌とかにいいとかあったりするじゃん。で、食べてよしとか、それに近しいものかだろう。そういう感じかもね。発酵系だろうね。まあ、そんなガルムはですね、はい、なぜ亡くなってしまったかというと、古代ローマが滅亡した時に一緒に亡くなっちゃったんですよ。じゃあ、あんまし美味しくなかった説はあるよね。まああるね、うん、そもそもだってヨーロッパってさ、魚醤のイメージあんまなくない？ないないよね。タイとか本当にそういっちの方のイメージだよね。一気にちょっと使われなくなっちゃって、考古学によって遺跡からガルム工場が発見されたのよ。ほうほう。そこでやっと、あ、こんな調味料を使ってたんだっていうのが分かったの。なるほど。科学的な根拠はなさそうだけど、うん、化粧品とかいろんなことに使われてたってことだから、はいはい、再現しようっていう活動が結構されてて、はいはい、まあまあこっちもね、成功しつつあるというか。なるほどね。もうちょっとで再現できるかもしれないみたいなとこまで来てるらしい。なるほど。うまいかどうかはちょっと、まあ正直日本が滅亡しましたって言って、はいはい、納豆が、またうまいねこれってもなんない。確かに、うん、国民性だな本当。だって納豆が他の国の食べ物で初めて食べたらマッツってなると思うよ。くせえしな。そう、流行るとは思えない、ね、思えない感じのものなんじゃない。ああ、近いかも、うん、どっちにしろ発酵だし、うん、次にご紹介するのがですね、スターライトです。スターライト、はい、超かっこいい名前なんですけど、はい、1990年にイギリスの科学者モーリス・ワードという方が発明した素材なんですよ、うん。これ何かっていうと、断熱性がめちゃくちゃ高いのに、うん、加工が超しやすいっていう完璧な素材というか超扱いやすい素材なのね、はい、まず画像を見せるんですけど、はい、そもそもさっき言ったように加工がめちゃくちゃしやすいから生卵に塗るんです、スターライト、はいはいはい、でガスバーナーでスターライトに塗られた生卵を5分以上炙ります。ほう。でも5分後スターライト剥がして生卵割ります。生卵のままなのです。すごいね。すごいでしょ。あったらさ、なんか YouTuber とかがこぞってやりそう。やるよ、ね、あーって言っても大丈夫みたいな。そういうこと。はあ。とんでもない素材だったんですよ。へえ。なぜ現代ではこの素材がないのか。うん、90年だしね。これちょっと衝撃的なんですけども、はい、いろんな会社が、うん、このスターライトって素材をただ同然で使わせてくれって言い始めたのね。へいへい。お前のその開発した素材、はい、うちで使いたいんだけど、でも金はそんな払えないみたいな、はいはい、ゴミ業者たちがいっぱいこの科学者のところに集まってきちゃったの、はいはいはい、で科学者がですね、人を信じられなくなりまして、うん、そんなやつにスターライトを渡せないとで、うん、そのまま死んじゃったんですよ、うん。ふざけんなよ。でも彼が独自に開発したもんだから、うん、レシピを誰も知らないの。おい、スターライトだからもうこの完璧な素材はもうないんですよ。お前ら汚い大人のせいだぞ。そう、最低だ。これがもし現代で使われてたら世界がちょっと変わってるんだ。変わってるよ、こんな断熱素材、うん、しかも比較的安価でできたんだろうな。できそうだもん。だって個人ができるレベルじゃん。そうなんだよ。とんでもないでしょ。あ、これは人類の損失だよ本当にそう。マジで。あ、そんなすげえのあったんだ。全く知らなかった。やばいよね。へえ。それは知らないよ。ないもんだって。生まれる前だしね。うん。はあ。だから本当にさ、技術ってマジでこんな簡単になくなっちゃうんだよ。だからちゃんと申請してとか。そう、特許申請して、それこそだってめちゃくちゃ高く売れる。売れるね。ものだから。ミラバケツあたり売れない。本当だよね、うん。マジで。買うだろ、こんなの。本当でやばいよ、こんなの。家にも使えるし。だから断熱性めっちゃ高いから、もういろんなとこで使えるんだよ。多分宇宙船とかにも使おうと思えば、いくらでもできるから。そうだね。だってこんな卵、バーナーで焼いて生卵のままってすごい。やばいよ。はあ、もったいない。もったいなかった、本当に。悲しいロストテクノロジーです。そうですね。ということで以上、現代では再現不可能な技術、ロストテクノロジーでした。はい。いや、スターライトは衝撃でしたね。マジ、ほんとこんなこと言っちゃあれだけど、うん、みんなの命よりスターライトの方が大事だって。そんなこと言っちゃあれだよ。
いいわけないだろう。それで言うとお前の命も俺の命よりもスターライトなんだよ。それは言い過ぎだよ。何が違えんだよ。いい加減にしようよ。で俺が怒られたんだ。まあでも今後こういったロストテクノロジー、はい、復元できる日が来るのでしょうか。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。まあちょっとね、お茶碗とガルム、これらに関しては少しずつね技術的に追いついてきてるみたいなところもあるんで、これはですね、この動画が伸びれば何だっていいです。本当にその通りだ。その通りだじゃねえんだよ。そうじゃねえだろうって言わないと。本当にその通り。もうどうだっていい。スターライトなんてこの動画が伸びることが一番です。その方が大事ですけど、まあまあ、あなたたちはいつまでも極太を見なさい。以上、極太ダイナマイトでした。分からん分からん。極太の負け年ですコーナー。みんなもいろんなお肉を食べてきたと思います。はい。その中でもバイソンの肉食ったことあります？あるわけないよね。まあちょっと今日のニュースはですね、はい、永久凍土の中から出てきた、うん、バイソンのミイラの肉を食った科学者たちの話です。うわ、めっちゃ気になる。これマスクエンドって話なんだけど、そう結局、はい、急速冷凍みたいな感じなんで、まあ、食えたらしいんですよ。じゃあやっぱ冷凍されたお肉って、うん、一生食えんの？多分いつまでもいけるってことだよね。すげえな。はい。で、そのバイソンのまずミイラの写真をお見せしますね。はい。こちらです。もうまんまじゃん、このバイソンのミイラ。あーでもここまでやっぱ保存状態がいいから、うんうん、こそだね、食べれたんだろう。確かに。味はどうなの？味がですね、はい、紛れもない牛肉の香りがした。そしてかすかな土の匂いとキノコの香りが混じっていて、はい、不快ではない。味は素晴らしく、誰一人体調を崩すこともなかったということなんで、まあ、美味しかったと。じゃあ、体調も一切特に。じゃあこれあれじゃんね、ほんと来たる氷河期が来ても、うん、こう氷漬けというかにしとけば、まあ、食えます。食えるんだね。はい。おー、インタラスティングだね。確かにね、珍しいよこんなちゃんとしたおまけとしてね。確かにね、面白かったです。はい、さよなら。ありがとうございました。